テレビ朝日ホールディングステレビ朝日日本ケーブルテレビジョン株式会社日本ケーブルテレビジョンはテレビ朝日の連結司会社でテレビ番組の企画制作 CS 放送チャンネルの運営などを行う企業略称は JCTV1971 年ネットテレビ朝日新聞社東急エージェンシーらの出資により設立当初は 電電公社の電話回線を通じて、各ホテルや大使館及びマンションの在日外国人を対象に、した英語による番組配信で、都市型ケーブルテレビ局の先駆けとなった。社名のケーブルテレビジョンはそれにちなむものであり、これが日本での提携先を求めて来日していた。 CNN の担当者の目に留まり、親会社のテレビ朝日と共同で、日本における CNN と独占契約を締結するきっかけになった。1980年代においては、アメリカ CNN とのニュース交換協定により、全米向けに日本初のニュースを配信する一方、日本における受け皿としての存在が大きかったが、同時に CNN 流ッチおはよう。 CNN に代表される CNN 関連番組をはじめテレビ朝日の番組制作会社としての位置づけもなされていた。会社発足時は本社を六本家のネットテレビ内に演奏書有楽町の朝日新聞社本社内に構えた。1980年12月に東京都港区六本家のテレビ朝日資金にテレビ朝日六本家別館が建てられると 竣工と同時に本社を同ビルに移転。オフィス内には、テレビ朝日の c n n 関連番組を放送するための放送ブースも作られた。一般番組制作用のスタジオも同ビル内にあり、テレビ朝日の番組や深夜番組などに加え JCTV から全国の CATV 局へ配信する独自番組などの収録に使われた。 2000年よりテレビ朝日本社建て替えを兼ねた六本木ヒルズ着工や BS 朝日開局に伴い本社を原宿 BS に移転するが2013年12月に現在のテレビ朝日アーク放送センターに再移転する現在も CNN の日本総代理店事業と番組制作事業の二つが主な社業となっているテレビ朝日系列の報道 情報系番組においては、同じテレ朝グループのテレビ朝日映像と並び、多くの番組制作を受注している。また、NHK やワウワウをはじめとした各局でも、ドキュメンタリー系、音楽系、情報系を中心に受注している。テレビ朝日、CNN の日本国内配給元でもあるため、CNN 関連番組及びその後継の、 早朝番組の制作を一手に引き受けていた。その他、ありがとうございます。